かかってこい! お侍様、橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら猛虎が谷で待っていて下から矢を射始めたのです。怪我人が？ブンタ、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。 最後だ。ブンタを助ければ。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう当たってよいぞ。 兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。